はい、どうも、こんにちは。今回の殺人探偵ジャック・ザ・リッパー続きやっていこうかなと思います。なんか久しぶりだから慣れねえけど、とりあえず前回は、何したっけな、第2章に入っただけだよね、言っても多分。多分第2章に入っただけで、今なんか別のストーリーがここから動き始めてるね。ミシェルとローリーの師弟関係じゃないけど、先生と教え子 の関係が始まるね。4年？ 5 年？ぶりだな。そんな覚えてんの、お前ら。4年、5年、まあ、覚えてないことはないけど、俺も先生のことを。4年、5年、先生が覚えてないだろう。よほどなんか、中心的な子もうじゃないそれと。くらいになるのかしら。時間が経つのは早いものね。早いっす。ミシェルは柔らかな笑みを浮かべ、ローリーを見つめた。しかし、服装に目を向けて、少しだけ、眉、み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 、こん、み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 、
綺麗になったわね、うん、ただレディーとしては服装が勇ましすぎるけど。先生ちょっとやめてください、つくのやめてください。そこちょっと痛いとこなんですよ自分の。これはスーツなのは仕事上仕方ないんだ、うん、小娘だと見くびられては組織の保険に関わる。だから僕は知ってんのかなマフィアってことを。先生は言葉遣い、うん、レディーなのだから僕とか言うのはやめなさいっていつも教えていたでしょ別に良くないか先生。先生ダメなんですか先生。別に一人称何でも良くないですか。そうでした、ミシェル先生。先生気をつけてちょうだいね。はい。ガバネスとして私があなたに教えたのはフランス語だけじゃないんですから。あーそういうこと。ガバネス、ガバネスって当て字か。まあでも普通に英語であるんだろうけど、まあフランス語かな。家庭教師だったんだ。なるほどね。家庭教師だったら確かに覚えてるかもしれないわ。4年5年前でも。とはいえ、うん、ゴッドスピードユニオンファミリーがその服装を良しとするのなら、うん、私も何も言えないわ。うん、知ってんだね一応。私だって元はファミリーの人間だったわけだしね先生あ、どうなの、もう家庭教師として来たことがもはやあれかな、ファミリーの人間という認識にしてんのかな。そう言ってミシェルは昔を懐かしむように目を細めた。先生がガバネスの職を辞したのは、うん、病気療養で郊外の療養所へ入居するためでしたよね。うん、体の調子はもう。確かに体があまり強くなさそうな顔してるな体が弱そうな顔してるよな最近のことだけど、うん、療養所を出る許可をもらったの、うん、それでロンドンに戻ってきたのよ先生。それさあれじゃないの、最後の灯火じゃないの先生。それ病気治らないけどさ、まあ、最後は街を見たいからっつってさ許可もらってんじゃないの。じゃあこれからはずっとロンドンに。やめてやめてやめて。お父様もファミリーのみんなも喜びますよ。絶対あれだって許可って言うってことはそういうことじゃん多分。最後にこのロンドンの街を私の目に収めたいんです先生。仕方ないですねミシェルさんっていうそういう流れでしょ。どうかしら。ほらすぐまたどこか遠くへ行かなければいけないかもしれないわ。ほらもう先生やめてくださいよ。そうなんですね。うん、あでも戻ってきたのなら連絡くらい入れてくれればよかったね。もうやめてくれや。もうどんどん俺の予想に寄っていくやん絶対俺の予想合ってるってこれ 100% 合ってるよ。それはごめんなさい、うん、引っ越しや生活の準備で忙しくって。どっちだ本当かこれ。そういうことも頼ってくれていいのに、うん、ミシェル先生何か困ったことがあったらいつでも僕に言ってくれ。僕じゃないでしょ。必ず力になるから。ローリーありがとう。それじゃまずは言葉遣いをきちんとね。怖いなこの怒られ方。怖いな。おっと注意の仕方。相変わらず先生は手厳しい。そんなことだとグリーンメイスンにさらわれちゃうわよ。何グリーンメイスンって。グリーンメイスン、うん、悪い子供をさらう緑頭巾かいくらなんでももうそんなヨタ話は信じていないよ。待てよ先生の瞳の色を見てくれ先生ああでもローリーのが瞳の色があれだわ。先生の瞳の色これまさかグリーンメイスンかもしれないな先生が。言うことを聞かない悪い子供をさらいに来るのは、うん、ブギーマンの方が良かったかしら。ブギーマン同じだよそんな冗談や作り話。
今時の子供でも信じるわけないじゃないか。わかんねえ、もう疑って俺がずっと疑ってかかるから、それが本当か嘘かわかんねえわ。けど昔はグリーンメイスンが来るぞって言ったら、泣きながらライオネル様に飛びついていったじゃない。お父様怖いって先生、先生、昔の話だ、もういいじゃないか。そうだ先生、先生ちょっとおとなしくないですか。先生なんか結構攻めてきますね先生二人は単純に談笑していた。幼少の頃から家庭教師として関わってきた彼女との会話、ローリーは厳しくも優しく教えられた過去を思い出す。そうだ、先生は今どこに住んでるんだ。迷惑でなければ一度お邪魔したいな。療養所から許可もらったんだから療養所にいるんじゃないの。あら、そんなに楽しいところじゃないわよ先生。その言葉その表現やばそうだな。そんな謙遜しなくても、先生ともう少し話したいんだ。確かにそうね、あなたがいいなら案内するわ。こっちよ。怖くね、案内するのそんな地形の。ローリー気をつけろよお前。ミシェルの部屋。いやー、どうぞ入ってちょうだい。ボロボロやん先生。先生お邪魔します。ミシェルの部屋の中を一瞥したローリーは思わず息を呑んだ。閑散とした部屋の中にあるのは、目の粗いシーツが かけられたベッドにサイドテーブル、カーテンレールにかかった数着の服、その程度であった。いや、まんまこのまんまこの絵じゃん。まんまこの絵を紹介してくれたな先生。病気療養でロンドン郊外に出て行ったからって、物を捨てすぎじゃないか。いやだからそういうことなんじゃないの。もう後が長くないんじゃないの。部屋の様子を見やりながらローリーはからかうように言った。それは仕方ないわ、移動や向こうでの生活にお金がかかったの。ああそっか、でもお金を得るために売ったってことか。なるほど、ではこれから家財として必要な家具を揃えるか、安くて綺麗な品を見繕おうとしよう。あ、これの返しでわかるでしょ先生がどうなるかって。そうねさ、何もお構いできないけれど。わかんねえいや俺でもどっちだこれ、先生がすげえ闇を抱えてるか、もしくは先生が本当にその長く生きられないか、どっちかだよな。ん、お、外した。流されるローリーはベッドへ腰掛ける。安物らしき使い古されたベッドは体重を受け止めて奇心な音を立てた。ミシェル先生、今の生活はどうなんだ先生。どうと言われても、先生には手紙をいっぱい出してたじゃないか、最近はあまり帰ってこないから心配だったんだ。あ、そういう関係だったんだ。もう少し説明してくれてもいいんじゃないか。だったら覚えてるかもな。もしも困ったことがあったらいつでも僕を頼ってほしいんだ。ファミリーの人間は家族同然であり、掟はあるがお互いに助け合うべき、そう教えてくれたのは先生だろ。キャッチボールしろや、お前ひたすら投げてんじゃん一方的に。そうね、本当にありがとう先生。それでお茶を入れましょうか。先生逃げるな。ミシェルは暖炉に火をつけ、やっかんで湯を沸かす。やかんか、湯を沸かす。沸騰した湯をティーポットに注ぎ、ゆっくりと茶葉を蒸らしていく。やがてミシェルは簡素なカップにそっと紅茶を注いで、お砂糖とミルクがたっぷりと、やね、はい、はい、どうぞ。体に悪そうだな。ありがとう。ありがとう。ローリーにカップを受け取らせると、ミシェルは笑みを浮かべたまま粗末な椅子に腰掛けた。先生、結構綺麗じゃん、でも普通に。ローリーは湿そうなカップに唇寄せたが、思わず顔をしかめそうになった。洗ってないのかお前。おい、あ、そういうパターン。カップの中の紅茶はほとんどミルクの色だった。紅茶本来の色などみじんも感じられないほどに。大丈夫か。普通の紅茶じゃない。ミルクと砂糖の味でごまかしているけど、これは出がらしだ。あー、そういうこと。お金がないってこと。普通にあれ睡眠薬とかじゃない。大丈夫。いい茶葉を購入できない貧しい家庭の中には、中流階級の家の使用人が売る茶葉の出がらしにミルクと砂糖を加えて飲んでいる家もある。
金銭的に困窮しているものを多数見てきたローリーはそのことをよく知っていた。まさかミシェル先生が、うん、こんなお茶を飲んでいるなんて。先生、彼女が形のいい眉を潜めたのは紅茶の味ではない。かつては上品で礼儀作法などを教えたミシェルが出がらしの紅茶を飲んでいるという事実に出会った。先生、紅茶ぐらい買いますよ。先生、口に合わなかったかしら。うん。お客様も来ないからいいお茶を用意してなくて。先生、アマゾンで買いますよ。ナイス、いいやつ売ってないかもしれないけど。黙り込んでしまったローリーにミシェルは居心地悪そうな調子で言い添える。いや、先生がいつも飲んでいるお茶なんだろ、うん、僕をお客様扱いする必要はないさ。うん。決まり悪げなミシェルの衣類を手足をローリーは改めて観察した。おそらく金銭的に困窮してるんだろう。くたびれて肩崩れを起こしたドレスを着ているなんて、うん、先生らしくない。買うよ先生。胸を締め付けられるような思いをこらえながらローリーは出がらしの茶葉で入れられたお茶をさも美味しそうに飲み干した。まああれだもんね、そのアーサーがあげてる紅茶は普通にいい紅茶だからな。ミシェル先生は僕に隠し事をしている、うん、生活は明らかに困窮しているし、肌は荒れていて髪のツヤもない。肌の荒れとか髪のツヤはここでは確認できないけどな。普通に綺麗だけど。先生、仕事はどうしてるんだ、うん、よければ僕のつてで紹介しようか。先生ほどの優秀なガバネスなら引く手あまただ、うん、もちろん待遇がいい雇用主を探すからさ。先生、仕事はお張り子をしてるわ、うん、働き先の件はせっかくの申し出だけど。先生、今は内職の仕事以外は教会へ行ってお祈りをしたりしてるの。あ、ここで教会が来たか。特に贅沢もできないけれど心穏やかな時間があるわ。なんか第二章のテーマ教会っぽいもんな。昔ロンドンにいた頃よりも、うん、ゆったりとした生活に慣れちゃったのかもね、うん、しばらくは静かに暮らすつもりよ先生。そうか、郊外では確かに心穏やかに暮らせそうだね。時間と仕事に追われる市街とは大違いだ。うん、なに、時刻を告げるカーの音が鳴り響く。音色を聞きながら二人はゆっくりと会話を続ける。うるせえな。バカうるせえな、街の会話。金、あ、時計がなくても金の音で時刻がわかるんだな、うん、そんなしょっちゅう鳴ってないと思うけどね。5時とかでしょ、日本でも。日本5時とか鳴ってるよね多分。ええ、急ぐ予定がなければこの金の音だけで十分生活できるわ。先生やめてください、心が痛むわ。羨ましいな、うん、僕は時間に追われてばかりだ、うん、そろそろ行かなくちゃならない。先生、あら、もう忙しいのね。先生、楽しい時間は過ぎるのが早いからね。いいね、いいカバーしたね。ま、先生、それうまいわ、その返しうまいわ。楽しい時間は過ぎるのが早いからね。いいね、学びたいわ。待って。何先生。外へ出ようとしたローリーは呼び止められ、どうかしたのかと振り返った。どうかした先生。あまりとやかく言わないようにしていたけど、うん、やっぱり言葉遣いに注意をした方がいいわ。ああ、しまったな。最近はファミリーの仕事ばかりだからつい、うん、先生に習ったおしとやかな言葉遣いの出番がないんだ。ないんだ、もう気をつけろや。じゃあローリーは気恥ずかしそうに頬をかく。男のような言葉遣いをたしなめられる。それは幼少の頃より幾度も繰り返された会話だった。懐かしいわね、うん、あなたはいつまでも可愛い教え子だわ。実際はもう立派なレディーだけどね、うん、レディーだなんてそんな。僕はマフィアの副首領さ。強、華やかな社交界からは縁遠い、うんうんうん、そんなことはないわ。あなたはとっても素敵よ、うん、声をかけてくる男性もいるんじゃないかしら。先生、そんな人、うん、いないよ。周りはそやでごつい男ばかりだし、僕はもっと紳士的な男性が好みなんだ。ちょっと、もう紳士といえば、紳士といえばもうザ紳士。アーサーさんがこれもつながっちゃうじゃんこれ。じゃあまず相手に見合うようなレディーにならなくちゃね。そのための言葉遣いだ。そう暗に言われていることに気がつき、ローリーはしてやられたと肩を落とした。まったく。うん。
先生にはかなわないな、だけど今の僕にはこれがいいのさ。まあまあ話しやすいよな。ローリーが微笑むと優雅な治療を披露する。紳士も格屋という堂に入った所作だ。それじゃまた。またええ、お仕事頑張ってね。お元気で先生。どうなんだろうな、どっちなんだ先生。先生どうした急に。急に夜になって先生体調不良じゃん。ミシェルはテーブルの上に置かれた水差しからグラスに注いだ湯冷ましを飲み込む。やっぱほら病気じゃん普通に。ごめん先生、咳がおばさんなんだわ。咳がおばさんすぎるんだわ先生。結構お年いかれてるのかこれ。やっぱ多分普通だから病気が結構厳しい段階に来てるんじゃないの。普通だから命がもう危ないんじゃないの。しかし湯冷ましには咳を沈める効果はなく、背中を丸め体の痛みに耐えながらミシェルは苦しげな咳を続けた。やがて彼女はサイドテーブルの引き出しから封筒を取り出し、宗教的なシンボルの書かれた破片を取り出す。ああ、だから教会とは言うもののあれなんだ、ちょっと悪い感じの組織なのかもね、教会が。うまい、うまいわ、咳込み。咳うまいわ。祈りの言葉を唱えながらミシェルはマッチをすり、小皿の上のスター紙幣に火をつける。願わくば哀れな子羊をいたわり安息を与えてまで。めちゃくちゃやばいな先生。先生そうなると結構やばいと思うよ。普通に救急車案件だよ。暗がりで小さく燃え上がる紙幣から白い煙が立ち上っていく。先生それ危なくないですか先生。煙吸って落ち着くってやばくないですか先生。室内が甘い香りに満たされるにつれ、ミシェルの咳はなおま…なお…なんだこれ…なん…し…し…え。苦しげだった表情は徐々に穏やかなものへと変わっていった。もうほら先生危ない組織に関わってんじゃん。やっぱ教会…急にかっこいいんだよな音楽が。ロンドン治安守る組織ロンドン市警、そこではシャーロットとハリーの両名が上司であるエドガーから調査命令を受けていた。議員の汚職疑惑ですか。まあまあありますよ。シャーロットが真面目な口調で尋ねる。彼女らに指示されたのはロンドン議会の議員アドラメリクに関する。わ違うな、ゾウユリンかな。容疑の調査だった。いやーごめんマジで感じ弱えわ。アドラメリクってあれだよね、ラジオでなんか散々言ってたやつだよね多分。アドラメリク氏によるみたいな言ってたよね。横領、賄賂、癒着、談合、政治家はそういった話題にことを書くことなくことはなく、さらに尻尾を見せにくいものである。そうだ、普段の議員には最近ロンドン市内で活動している団体から音楽がロックなんだよ。多額の献金を受けているとの情報がある。ロックなんで音楽が。シャーロット、お前たちは情報の真偽を確認し、もし事実であれば令状を取り議員を拘束しろ。いいね、いいじゃん汚職を。ちゃんと仕事してんじゃん警察。今なんだってね、世界っていうかまあ日本とかね、別に警察丸め込まれてるかもしんないからね。いやここはいいよ。質問があれば聞こう。なければ今日から捜査に取り掛かってくれ。エドワーさん待ってください警部。俺たち二人を呼び出したってことはあれですか、俺とこのシャーロットで組んで仕事しろと。まあそうでしょう。このと指を指し、ハリーは嫌そうな顔をする。その指を払いながらシャーロットは未婚をした。ハリー先輩、人を指刺さないでください、何か私に問題でも。まあありそうだな。何か問題があるか。どっちも問題あるけどな。問題だらけですよ。今回は政治家の腹を探るなんて繊細な調査が必要な案件です。まあ二人から同時に畳みかけられたハリーは数的不利を感じるが、彼らの圧力に負けじと反論する。仕事には相性ってもんがあるでしょう。こんなバカ真面目なのと一緒に調査をしようもんなら。ああ何よ真面目の何がいけないんですか。というより
私から見ると先輩は不真面目すぎます。フラッといなくなったり、パブで人と話していたり。これ真面目で何がいけないんですか。もう真面目が言うセリフだわこれ真面目が言うセリフだわな。バカ、うん、それをここで言うんじゃねえよ、うん、ケーブ、俺は別にサボっているわけでは。やめてくれや。まあ今のは聞かなかったことにしてやる。前々から多少のことには目をつぶっているしな、うん、それに仕事には向き不向きがあるだろ、うん、だがハリー、お前は興味のない事件だとすぐに丸投げしたり横着をするからな。シャーロットに見張ってもらうぐらいでちょうどいい。まあまあ真面目な人はね、見張る意味では強いからね。そんな、うん、必要なのは俺の監視じゃなくてこいつの子守ですよ。うん、それも一理あると思う。どうにもならん、うん、俺の決定事項だ。さあ仕事に取り掛かるとしよう。どうにもならん俺の決定事項だってやばいな。権力振りかざしてんな。パンと手を叩き、これで話は終わりだとエドはまとめる。承知いたしました、うん、このシャーロット必ずや任務をやり遂げてみせます。まあまあでも上司からしたら真面目なやつは楽だよな。楽っていうかまあいい子に見えるよな。お前には市中の見回りが向いてると思うんだが。ついてね。気真面目に敬礼するシャーロットの横でハリーは大げさなほどのため息を吐いた。何これ新しい絵いっぱい出てくんな。お嬢、頼まれていた調査の報告書、うん、こちらに置いておきますね。クッションでか、奥の椅子の奥の椅子のクッションでかくないか。あれクッションかな、バカでかいんだけど。ああ、ありがとう。うん、すごい本あるな。いい空間だねこれ。どうしてもミシェルの様子が気になったローリーは手駒である黒服たちを使って未編を探らせていた。昔ファミリーにいたガバネスですか。うん、戻ってきたらお嬢に連絡くらい入れそうなものですが。確かに。ああ、だから気になってな。さすがにお父様の耳には入っているとは思うが、うん、他にも調べるべきことがあれば言ってください。俺たちは何でもしますよ。うん、失礼いたします。ちょっと声と合わないんだよな。なんか俺の思ってる声じゃないんだよな、ゴンザレス。やっぱり やはりミシェル先生はロンドンに戻ってきてから姪子の内職で生活費を稼いでいる、うん、だが借金もしているのか、うん、これファミリーの金貸しじゃないか。あー、こっから金借りてんの。唇をかみしめるとローリーは再びページを面倒なことになっているな、うん、ファミリーの関係者からの金の横取りは掟でごはっと。ああ、なるほどなるほど。調査だけならできなくもないが、身内に不審に思われる可能性がある。うん、僕が深入りすればそれだけで揉めるかもしれない。だったらこういう時こそ、ちょっと彼に頼もうか。絶対アーサーじゃん絶対アーサーだ。まあアーサーが動かないとね、このゲーム成り立たないからな。しゃあないけど。来た、落ち着くね、この景色。おい待て待て、アーサーよ、うん、どうしてお前は紅茶をそのまま飲もうとするんだよ。あ、でもあれだね、なんかもうアーサーの目の色がもうこの2色であれだね、普通になってるよ。2色が前まであれ青だったけどさ、今青赤が普通になってるよね。ノーマルバージョン。これが今まさに紅茶を口にしようとしたアーサーの右手をジャックの操る左手が制止した。ああ、そのままとはどういう意味だ。くそ、ノーマル化してなかったわ。一般化してねえ。あれか、ジャックと話すときに赤が入るのかな。何回言わせりゃわかるんだ。紅茶ってのはな、うん、砂糖とミルクをたっぷり入れて甘くとろけるような味わいを楽しむもんだろうがよ。まあまあ好みですよ。お前こそ何回言えばわかるんだ。うん、それはミルクティーだ。英国紳士として一緒にくくるのは認められない。どうしようかな、一旦切ろうかな。なんか切り悪いなトントントン、アーサーいますか、待つか。なんでもいいんだよ、甘けりゃ。とりあえず砂糖、それにミルクを入れる、付け合わせにスコーン。これきついよな、好みが違う二人がさ一つの体に宿るのマジ辛いわ。
アーサーとジャックは事あるたびに互いの好みの違いについて反発していた。アーサーは質のいい茶葉を仕入れて紅茶本来の味わいを楽しみたいと思っているが、ジャックは砂糖とミルクで過剰な味付けをしたがるのだ。すごい解説してくれたん、ちゃんと解説してくれたな。ミルクティーを入れるときはミルクを先だ。うん、それに紅茶は茶葉の香りを楽しむものだ。滑舌がな。アーサーがジャックから聞いた限りの情報だと、俺が入れようとしているのはほぼ牛乳と砂糖の塊で、もはや何の飲料かわからないものになりそうであった。まあまあまあ、それはきついな。入れ方もめちゃくちゃで、ジャックのやり方ではただ甘いだけの混合物が出来上がるだけだというのが作る前から予想できるものだった。まあでもそれは嫌だな。甘いだけはきついわ。たまにならいいよね。よってアーサーとしてはミルクティーと認めたくもないのだが、曲がりなりにも紅茶が含まれている以上、それ以外の表現ができないというのが実情であった。せめて正式な作法をと思い何度も入れ方を指摘するが、ジャックはそれを聞き入れるつもりはないようだった。この話はいつも平行線をたどることとなっていた。チッ、うん、たくよ、なんでこんな茶葉好きと同居する羽目になっちまったのかね。そうだな、俺もそうだよ。嫌なら出て行け、うん、そして二度と帰ってくるな。出たくても出れねえからな。つれないな、うん、俺とお前はまさに一心同体、仲良くしようじゃないか、相棒。相棒、誰が相棒だ。うん、お前が勝手に入ってきただけだろうが、早急に消え失せろ。でも心臓がさ、ジャックのやつだとしたらさ、まあ、勝手に入ってきたって言われて、も言われてもな。うー、怖い。消せるもんなら消してみな、うん、じいさんと話してた、お前が人を助ければ俺を消しされるんじゃないかってやつだ。いやでも多分俺がする選択肢的に多分お前消えねえわ、うん。うん、あれか。以前連続強盗殺人事件を解決してからというもの、アーサーの元に人の命に関わるような重大な事件が持ち込まれることはなかった。ちょっと待って、やっぱ一旦切ろうかな。だいたい俺25分ぐらいでさ切りたいからさ、じゃあここら辺で一旦切るわ。じゃああざした。